上岡の古民家改修現場に来ています。現在の状況といたしまして、建物を持ち上げて下ろした状態になっております。建物ですね、まあ、現状壁がほとんどありません。もう骨組みだけですので、ふらふらした形になっています。ですので、まあ、下ろす時にしっかりと精度を取りながら下ろしていくということが大切になってきます。耐震性能につきましても、やはり建物の水平垂直がしっかりと取れていないと、まあ、耐震性能というのもしっかりと確保できていないわけなんですけれども、一本一本柱調整しながら下ろしていっております。ここで問題になってくるのが、まあ、こういった古い建物の場合ですね、どうしても、まあ、ばらつきといいますか、まあ、正確に、水平垂直が取れていないということも多々あります。今の建物のように、まあ、全てですね、まあ、正確に落としていくということよりもですね、まあ、ある程度、まあ、優先順位をつけながら建てていく、全体のバランスを取っていくというところが、まあ、ポイントでですし、住まわれてから一番気になるところ、床の勾配であったり水平であったり、縦がまあ締めにくくなったりとかですね、隙間ができてしまうというところが、まあ、住む時に一番気になるところになってくるかなと思いますので、大工さんの方でまあ優先順位をつけながら、住んでから気にならないように調整していくっていう作業、まあ、細かい作業になりますが、石山テクノ建設では調査、設計、施工、そしてアフターフォローまで一貫してお客様の安全安心を心がけております。